写真展ペーチャと仲間たち、案内人のマリア松島です。ペーチャことペトル・ササキはギリシャ風にペトロス・ササキの名前で世界に知られた遺恨画家です。秋田で生まれ、ギリシャで学び、フィンランドで活躍し、フィンランド遺恨の父と呼ばれて尊敬されています。遺恨とは聖教会の祈りに用いられる聖像画ですが、ササキの遺恨は明るく透明感があって静かな優しさに満ちています。isä oli kyllä tavattoman kurinalainen kuvataiteilijana. Se piti kyllä huolen omasta taidoistaan ja tarkkuudestaan kaikilla tavoin. Isä kyllä hallitsi melko lailla kaikki mahdolliset maalaustekniikat ja lajit. Akvarellista aina öljymaalauksen ja sitten alsekkoon. Fresko-tekniikkaan. Öljymaalausta hän harrasti nuoruudessaan Japanissa, mutta ei enää sitten Suomessa ollessaan. Sono Petros wa 60 nen mae Osaka Haristos Seikyōkai de hataraite imashita. Tōhoku jin rashiku kuchi kazu no sukunai hito deshita ga, sono hitamuki na shinkou to ikon e no jōnetsu wa若者たちの心を捉えました。これはペトロが作った鈴です。私がペトロと出会ったのは日曜学校の資料を作るのを手伝い始めた頃です。彼は非常に魅力的な人で、彼に感化を受け洗礼を受けることとなり、彼がその時にお父さん役を引き受けてくれました。ペトロの若い時の作品はほとんど残っていません。納得のいかない作品は全て処分してしまったそうですし、三陸の山田教会にあった天使の遺恨は津波で教会もろとも流されてしまいました。しかしここ大阪ハリストス正教会には62年前に彼が書いた遺恨があり、今も使われています。それは眠りの聖像という十字架で息絶えて横たえられた主イエスの遺恨です。毎年復活祭直前の金曜日に持ち出され、その夜の祈りで神父が頭の上に掲げて信徒たちの行列を従えて聖堂を回り、シューイーススの読み下りをかたどるんです。制作後60年という年月を経て痛みが目立つようになりました。そこでこの度長きにわたりこの遺恨を通じて私たちの信仰を見守り続けてくださる神への感謝を込めて修復を決定いたしました。